さんこんにちは、内山でございます。今日もですね、相続税の買い詰めのポイント対策ということで、第4回目になりますけども話を進めていきたいと思います。で、第3回目の時にですね、現行の相続税の仕組みはどんなものかということで、お話をいたしました。それがですね、限定公開レジュメの4ページ、に書かれておりますけども、今度の改正はどんな改正内容なのかということをざっくりとお話しますと、黄色で囲ってある部分ですね、課税科学のうちの基礎控除、これがですね、今度の改正によって引き算になる予定です。それから非課税財産の中にあります死亡保険金にかかる非課税、これもですね、法定相続人の数に、縛りを加えるという内容になっております。それから、図のですね、真ん中あたり超過累進税率の適用、これもですね、最高税率を、ちょっと引き上げるという内容になっております。で、あとですね、税額控除等の中にあります未成年者控除、それから障害者控除、これをですね、枠が広がる予定です。はい。で、相続税の基礎控除を昨日、歴史みたいなものをお話しした、しましたけども、レジュメの5ページになりますけども、これ改正内容も散々お話ししますけども、平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産にかかる相続税より適用ということで、1000万円かける法定相続人の数が、600万円かける法定相続人の数、5000万円の部分がですね、4割カットで、3000万円になるということです。で、基礎控除を引き下げますと増税になります。先ほどのですね、5ページの現行の相続税の仕組みの中のですね、課税科学、これですね、基礎控除という部分がありますけれども、これがですね、下がれば課税遺産総額が増えますので増税ということになります。で、この増税によりですね、どのような影響があるのかということを、予想なんですけどもね、お話をしていきたいなと思います。でですね、レジュメの6ページ、基礎控除引き下げによる、影響ということで、これ東京国税局のちょっと古いデータなんですけども、東京国税局はですね、東京都、神奈川県、千葉県、山梨県の4県ですね、4つの方の統計なんですけども、本当はね、浜松市近郊のですね、ものがあればいいんですけども、今回これを利用してですね、お話ししたいと思います。で、現在の相続税ではですね、どのぐらいの人が相続税を払っているかといいますと、死亡者が平成20年の東京国税局、東京近郊の方の統計をもとにしますと、死亡者は217,904人、これは赤ちゃんからお年寄りまでが含まれております。で、相続税を負担した人、亡くなった方でですね、相続税を負担した人はですね、15,235人ということで、7% もの方、100人亡くなれば7人がですね、7人がですね、相続税を負担しているというデータになっております。で、これですね、改正後はどうなるかと言いますと、現在を例えば100としますと、100っていうのはですね、7% の人が相続税を払っていますけれども、この方はですね、相続税を払っている人を100としますと、改正後はですね、147% から 172% になるというふうに言われております。はい。で、これですね、実はですね、7% と言っておりますけれども、赤ちゃんまで含まれてますので、高齢者の方に限定しますと、もっと割合が増えるんじゃないかなというふうに、思います。はい。でですね、次のページ開いていただきまして、相続税の申告はですね、実は相続税を負担するから申告書を出すのでだけではなくてですね、相続税をゼロにするために申告書を出すっていうも方も結構多いんですね。で、これがその内容書かれております。7ページなんですけれども、で、配偶者控除というのが例えばあります。配偶者控除、これはですね、奥様方がですね、奥様が財産を、
まあ、どっさり、またほとんどの財産をですね、相続して、子供さんにはですね、相続させないような形でやりますと、相続税がゼロになる場合もあります。まあ、例えばの話なんですけど、配偶者控除というものを使いまして、まあ、税金がゼロになるというパターンも多いんですね。それから、まあ、これはあの配偶者控除というのはですね、申告書を、まあ、提出しなければもう適用できませんので、申告書を出さなければいけない。それから申告書を出す必要があるものとして、もう一つが小規模宅地等の評価減なんですね。でこれもですね、場合によっては評価減を受けることによって、相続税がゼロになる場合もあります。まあ、小規模宅地の評価減というのはですね、お母さんが、自宅を相続して、もらったとしてもですね、そこに、相続税をかけるのはどうも酷じゃないかという制度で、まあ、評価減8割減とかありますけども、まあ、そういったものです。はい。で、現在ではですね、改正前、まあ、お亡くなりになられた方、の中で納税した人はですね、15,235人、7% となっております。まあ、これはあの東京国税局の先ほどの、まあ、東京からは千葉山梨の人たちなんですけども、で申告して税金ゼロになった方も実はですね 11% いらっしゃる。で合わせて 18% もの方がですね、申告をしているということです。それがですね、改正後は、まあ、これ税理士法人エガシーの調べなんですけども、まあ、納税する方、14.3%、うん、で、申告してやっとゼロになる方、相続税がゼロになる方がですね、24.7% ということで、非常にですね、相続税を払う人よりも多いですね。はい。で、合わせて 39%、うん、もの方が申告が必要になってくるという話です。まあ、これあくまでも予測なんですけども、浜松近郊、まあ、静岡県内はですね、まあ、これあの東京、先ほど見たのは東京が含まれてますので、この辺りはもうちょっと割合が少なくなるかと思いますけども、まあ、あのかなり影響があるなということを感じ取れます。はい。今日はですね、基礎控除引き下げ、相続税の基礎控除引き下げによってどのような影響があるのかということでお話をいたしました。ありがとうございました。